はい、よろしくお願いします。今回は、相談いただいたのに返す動画です。どうやって叱ったらいいのかっていうテーマでいきます。まあ、タイトルここはね、叱る、怒る、教えるって書いてあるんですけど、今回は大学生の、アルバイト、塾講師でアルバイトされている方から、相談をいただきました。教室長の方から、教室長から、もっと叱りなさいと。生徒ね、子供たちを叱りなさいと。でも叱るのが苦手です、みたいな。どうやって叱ったらいいんでしょうか、みたいな相談だったので、それを動画にしていきます。で、中高生のみんなからしたら、いやーなんか、よくわかんなー、みたいな感じになるかもしれないんだよね。俺と関係なくない?みたいな。なるかもしれないんですが、この先生きていく中で叱らなきゃいけない場面っていうのはよく出てきます。社会人になってからもね。で、現段階でも、例えば中2、中3とか高2、高3だったりすると、後輩がいるので、教える場面ってありますよね。部活でも。まあ、友達に勉強教えるのもそうだけど、まあ、友達同士で叱るってなかなか繋がらないかもしれないけどね。後輩とかに教える時に、この叱らなきゃいけない場面が出てくるかもしれない。これは社会人になってからもそう。だから、ここのね、叱ると教えるって結構密接な関係があるので、まあ、ね、あんま長くならないように話すんでね、よかったら聞いてみてください。で、まず、叱ると怒るなんですね。ちょっとここ行きます、先に違いから。で、なんか辞書とか引くと、もうなんかね、どっちだっけな、叱る?怒るの方に叱るみたいな、書いてあったりするらしいんですよ。まあ同じ意味みたいな扱いをされたりするんですが、まあいろんなサイトとか本読んでいくと、まあ違いとしてね、感情的になってるかどうか、みたいな、が書かれてることが多いです。どういうことかっていうと、怒るっていうのは、どっちかと切れるに近い。意味合いとしては。そう。何やってんだよ、みたいな。そうそうそう。まあ、自分がイラッとしてしまって感情的に切れるみたいな。が怒るで、叱るっていうのはどっちかと冷静に相手のことを考えて言うのが叱る。みたいな印象があります。自分もそう思って使い分けてる。基本的にはね。だから、人に何かを教えるとき、こうね、教えるときっていうのは、叱るでなんなきゃいけない。怒るをしちゃいけないっていう。こっちであってね、みたいな。ふうのよく言われます。まあ、使い分けるポイントとしてはね、こう言われることがあるようかな。これ頭の片隅でいいです。で、次、目的ですね。ここ大事です。で、叱る目的。まあね、何のために叱るのかっていうとこなんですけど、まあ、これは、そうだよねって思っていただけるかもしれないんですけど、基本的には相手のためです。相手のため。まあ、もっと言うと、相手の成長のため。相手の成長の。あ、あれか。ちょっと待って。のが入ってないとののになっちゃうのか。成長のためですね。基本的には。特に、その教えるって時に、まあ、今回は塾講師の方からね、相談を受けているので、教育の場面とか、まあ、自分は子育てしてるんで、まあ子育ての場面とかだとやっぱりここが強くなるかなっていう印象はあります。で、後輩に教えるのでも、後輩が成長するためだよね、基本的に。自分のストレスを発散するために、それは叱るじゃなくて怒るだから、感情的になってるから、自分がスッキリしたいだけだからね。まあ綺麗事ですけどね、相手のため。これがまず大事です。これをちゃんと思っておくこと。で、ここを思っていく上、思った上でポイントを押さえます。で、もちろんこれは自分が実践してきた。自分はね、結構叱ります。塾講師で結構叱る方だったと思うんですけど。でも、その時に叱り方に関しては、まあ、本読んだり研究したりとか、自分で実践して、いろいろ工夫してやってきたんで、まあ、その辺を話していこうかと思います。で、まあ、どっから行こうかな。まず一番大事なとこ行こうか。一番。一と数字が被るね。どうしようかな。四角にしよっか。一。で、これはね、もう全部に言えることなんだけど、これ、ね、怒られる側になると分かりやすい。分かりやすい。もうね、一番短くする。怒る時間は長くしないっていう。あ、怒る、叱るだね、これ。叱る時間は長くしない。短く済ませるっていうのと、プラス、後々に、引っ張らない。もうこれすっごい大事。これ怒る上で。あ、今できた。叱る上で。癖だね。ごめんごめん。叱る上でね。例えばみんな先生とか、まあ親とかでもいいけど叱られたことありますよね。これ、まあ何個言うかな、あると思うんだけど、俺もあるけどさ。ぐだ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 なって言われたら、もうさ、早く終わんねえかなしか思わないよね。で、終わったら解放されたらよっしゃ、部屋行こう、みたいな。で、愚痴みたいな、友達にね。
で、これは長くなればなるほど相手に何も残らないです。早く終わんないかなで終わっちゃうから。だから伝えたいこと、その叱りたいポイントっていうのを短く端的に伝えるっていう。で、引っ張らないっていうのは終わりますよね。叱る時間が終わりましたと。で、あと、まあ、その同じ日か翌日かわからないけど、後々引っ張っちゃダメなの。例えば叱った後だから叱った方も気まずいんですよ、気持ちとしては。だからちょっとよそよそしい態度を取っちゃうとか、叱った側がね、その塾講師の先生だったら先生側がちょっと気にしてんの、大丈夫かなみたいな、じゃなくて引っ張らない、普通の態度で接するの。もうもしかしたら相手はイライラしてるかもしんない、叱ってきたからね、また怒るって言っちゃったけど、あいつうぜんだけどって思ってるかもしんないけど、でもそんなん気にしない、普通に過ごす。だって叱る時間は終わったんだから。これで、まあ、その短くてところのポイントがあって、さっきも言ったように伝えたいことをはっきりさせる。何を叱ってるのか、何がいけなかったのかっていうのを短く伝える。それも数も少なくね。少なく、あれもこれも叱らない。もちろんあれもこれも叱りたい場面があるかもしれないです。特にこれは子育ての親の場面だと、一個のことで、例えばね、これでちょっと叱りたくなりましたと、このポイント何かをして、で、いろんなこと思い出したら、この前のこれもさ、で、その前のこれもあったな、みたいな。で、全部叱りたくなるんですよ。これ、塾とかでもそうですね。ダメです。ここです。これを持ち出しちゃダメ、絶対。過去のことを。伝わんなくなります。特に、昔のことを出された時に、なんで今更それ言うのってなるから、基本的には。今、タイムリーに叱らなきゃいけないことを叱ってあげて、それで伝えるっていう。じゃないと、全部がボケてしまうんだよね。伝えたいことが、もうどっちに怒る側、いや叱る側も叱られる側ももったいない時間が、そんなんね。ではまず大事です。で、次はですね、まあ、叱る上での、まあ、これどっち行こうかな。あー、そうだね、こっち行こうか。で、これはもうすごい自分が大事にしてることなんですけど、筋を通すっていう。で、これどういうことかっていうと、あのね、例えば、あることを、じゃあ A っていうあることをしました。で、これで叱られたとします。ある日。で、みんな考えて、叱られる側でごめんね。叱られる側で考えて。あることをしたら、これで、まあ、じゃあ、やるでしょう。塾で、そこの塾で携帯いじっちゃダメって言われてたんだけど、携帯いじってました。で、叱られました。お前しまえよって。ね。言われたの。叱られたの。で、まあ、発生なと思いながらもしまうでしょ、もちろん。で、ある日、まあね、一週間経ったらわかんないけど、ある日また同じことをしたのに、叱られませんでした。これ筋通ってないよね。なんでこの時叱ってるのにこの時叱ってないのって話なんだよ。だからこれはもう先生とか大人、みんなが教える側だったら先輩側ね、みんなの。みんな側もそうです。これがダメっていうことはちゃんとダメを通す。ずっと。自分の気分でこの時はちょっとダメだったんだけど、こんだけ許してやろうかな、みたいな。これはやめた方がいい。だって叱られる側困るじゃん、こんな。なんでどっちみたいな。はっきりせえよ、みたいな。で、これは、先生がやっていくと信頼がなくなります、これによって。はぁ、あの人気分じゃん、結局、みたいな。でも筋が通ってると最初イラッとされても毎回言われるから、あー、なるほど、ダメなんだなって。叱られる側も受け取るから。もちろんそこはね、生徒と先生の人間関係も必要だよ、必要になるけどさ。いいかな、これが筋を通すっていうこと。だから叱ること?もちろん、それが、この先生にとって叱ること。でこの先生は叱らないことになるかもしれない。それは人間性だからしょうがない。できればチームワークで同じ意思疎通を取って、これはやめましょう、叱りましょうねってした方がいいんだけど、それができなくても一人の人間として筋は通す。これはダメだったらダメ、これはいいだいいんでいいんだよ。そうっていうになってほしい、自分はね。それがすごく大事で、あとはまあこれ引っ張られにちょっと近いんですけど、フォロー、アフターフォローなんですけど、フォローするっていう。これは叱った後に普通に過ごすっていう、まあ一個のフォローです。これは、例えば、叱られますよね。あいつまた叱られるかなとかと思って行くんだけど、行ってみたら、お、よって、来たーって、塾やろうぜみたいな。普通にやらされたらさ、あれみたいな、ふうに思うんだよね。で、普通にしてくれるから、それが気にしなくて済む。叱られたこと。もちろん叱られた内容は覚えてると思うけど。いい?だから、ちゃんとフォローしてあげるっていう。で、このフォローの仕方は、生徒によって違います。相手によって。
みんなが先輩だったら後輩によって違うの、その性格によってね。普通に過ごすだけでそれがフォローになる子もいます。いるし、で、普通に過ごすじゃん。普通に会話するじゃん。で、ある程度こう打ち解けてね、打ち解けたっていうか相手も気にしなくなったなって。この前の叱ったのをネタに出しても平気だなと思ったらちょっと言うの。あの人言い過ぎたらごめんな、みたいな。言ってやったりすると、あ、いいすごめん、うちもちょっと悪かったんで、みたいな。なるかもしんない。で、その言葉っていうのは、本当にさっきも言ったように、相手によって違うんですよ。フォローの仕方っていうのは。でも、これは意識しないとダメ。アフターフォローは。叱りっぱなしじゃ絶対にダメです。そう。っていうのも大事。フォローに関しては。で、あと、最後はちょっと、まあね、あんまいっぱいあるんだけど、いっぱい書き出したけどダメだな。全部書いたら、うん、あれだね。あとは、これは、個人的な、なんだろう、技というか、ちょっと、トリックじゃねえな、なんつうんだろう。まあ、技か。プラスマイナスの意識っていうとこなんですけど、これね、例えば、叱る内容によって言い方も変わるじゃないですか。強く言わなきゃいけないとき、なんとかでしょみたいな。言わなきゃいけないときと、なんとかさ、やめとけ、やめ、それやめな、みたいな。で、どっちかで、その相手にもよると思うんですよ、言い方。で、例えば、俺絵は描けないんだ、どうしよっかな、絵は描けないんですけど、どうしましょうか。いや、やめるやめよう。やめなくていいや、頑張る。机に座ってます。ひどい。待って、机に座ってると思って。で、その時みんなね、授業とかで机に座ってるとするじゃないですか。それを、ちょっと強い言葉で注意したいと。例えば、宿題をサボったと。ちゃんと宿題やってこいよ。じゃあ。で、ちょっと強い言葉で言いたいとき。ってことは、言葉が、まあ、口調だよね。言葉とか、口調が、強く言いたかったら、立ったまま叱んない方がいいです、これは。先生が、こう、立った状態で、こういう言い方をしない方がいいです。基本的に上から物を言われるっていうのは強い印象を与えます、相手にとって。高圧的というか。だから、口調も強いのに態度も強かったら、プラスプラスになって、まあ、マイナスマイナスか、どっちもいいけど、なって強くなりすぎちゃうんですよね。だったら、強い口調ではっきり伝えたいんだったら、目線を合わせる、ちゃんと。膝をついて、こうやって。その方がいい。逆に、ちょっと優しい言い方っていうか、まあ、軽いノリで言うときは、立ったままでもいいかもしれない。それはプラスマイナスで、まあ、ちょうど、なんだろう、整えるというか、できるので、この口調とか、まあ、さっきね、今やったこの目線とか、まあ、他もいろいろね、ありますけど、雰囲気作りとかもね、そうなんですけど、場所とかもね、例えば面談室で1対1っていうのは強くなりますよね、印象、相手にとってはちょっと辛い印象になるので。だから面談室1対1の辛い状況で立ったまま口調強くても最悪ですよね。何も残んないと思います、子供たちに、それは。まあ、相手にもよるんですけど、結局は。ただこのプラスマイナスの意識っていうのは非常に大事です。ある片方強くしちゃうんだったら片方弱い印象にしてあげるみたいな。で、相手がちゃんと相手のためだから、結局は相手がちゃんと受け取ってくれなかったらその時間全部無意味になるから、こっちが必死で話してもね。なので相手のためにちゃんと、まあ、場作りというか伝わる環境をちゃんと意識する。そして、長くなりすぎない。短く話すことによって、何を叱られたのかっていうのをちゃんとはっきりさせる。で、まあ、筋を通すとかフォローするもそうですけど、まあ、全てはここです、基本的には。ここのためにどう伝えたらいいのかっていうことを大事にします。そして、一番大事なこと。これはね、すごい怖いことだよ。怖いことだけど、嫌われることを恐れない。まあ、恐れるこっちでいいかな。もう一個のないかな。まあ、いいか。基本的に怒ったら嫌われる可能性があります。それはもうしょうがない。しょうがないですけど、叱って、で、まあ、叱ってね、それがちゃんと相手に伝わって、で、すぐにはね、すぐにはちゃんと受け取ってもらえないかもしんないけど、それが、例えば時間が経った時にしっかり受け取ってもらえれば、それは相手の成長になります。これは教育において言えることですけど、それは先生の仕事っていうか、それが意義だから。結局先生は嫌われてもしょうがないと思っても、俺は、うん、これはちゃんと伝えなきゃいけない。自分の中で筋を通す、これはダメなことだからっていうことはちゃんとはっきり伝えてあげる。できれば理由もつけて言ってあげるといいんですけど、
まあ、こんなことを意識して自分はね、まあ、授業をしてましたね。まあ、授業っていうか指導かをしてましたけど、まあ、いろいろちょっとごちゃごちゃ書きましたが、どっか一つでもね、まあ、あと、まあ、大学生のその方もそうですけど、あとは学生のみんなも何かが残ってくれるといいかなと思います。では、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、またこういったね、相談にこう実写で返す、実写というかね、ホワイトボードを使って返す動画も撮っていこうと思いますので、また何か撮った時にはそちらの方もぜひご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。